え今日はえ統合データベースのえー講習会ということで、ゲノムデータベースとゲノムアノテーションというタイトルで、新潟大学の,まああの工学部の開祖ああがありまして、今、工学科、知能情報システムプログラムというところにえ所属しております、阿部が、え。ー 講義させていただきますで、えーまあ、そもそもですね、あのまあ、工学部の、えーまあ、知能情報っていうところにいて、えー、なぜまあこういう話をするのかっていうところも含めまして、えー、自己紹介をさせていただきます。もともと私自身の専門っていうのは、えーまあ、バイオインフォマティクスなんですけれども、えー、バイオインフォマティクスをまあ専門としておりまして、で特にですね、あの まあウイルスとか、まあ、あとは幻覚生物を中心として、まあ、それらのゲノムの配列、ゲノムの情報化です、ねあ,のまあ効率的な知識発見を行うためのですね手法の開発といたしまして、一括学習型自己組織化マップっていう手法をですねはじめとする機械学習をですね活用して、まあ、比較ゲノム解析とか、まあ、あとはメタゲノム解析。 えー、等のですね、えー、研究を行っております。まああの詳しくはですねあのまあこちらの、えー、私の研究室のまあホームページがありますのでまあそちらの方で、えー、具体的にまあどういうことをやっているのかという、えー、研究の紹介してありまあのしておりますのでそちらの方を、えー、ご覧いただければと思います。で、えー、まあゲノムの提唱なんですけれども私あのここに <laughs> あのこちら新潟大に着任する前に。えー <laughs> あの国立遺伝学研究所の、えーまあ、生命情報 DDBJ センターに、えーまあ、あと長浜バイオ大学っていう、えーまあ、生物系のところの,あの大学におりましてまあ、えーまあ、その。<coughs> 時からですね、一番古くはですね大腸菌の計12株の MG1655 のマサイアノテーションプロジェクトに参加したりとか、あとは微生物ゲノムのマサイアノテーションワークフローの構築とデータベース化だったり、あとは現在もですね、こちら、 と研究室から公開しているんですけれども、マニュアルケーションによる TRN データベース遺伝子、t n 遺伝子のデータベースの構築、公開、こちらの方につきましては統合データベースプロジェクトで人材育成のところでですね、あの その一環として、シニア世代との共同作業によるマニュアルケーションをした結果をですね取り入れたデー,タベースとしデータベースを現在公開しております。あとは、タイリアの原虫のゲノムプロジェクトだったりとか、あとは南極コケボーズの微生物プロジェクト。 等に参加しておりまして、その中で行ってきたそのゲノムアノテーション、あとは現在のです、ね、どういったような流れで行われているのかという部分について紹介させていただきます。で、あとですね、データベースといたしまして、ゲノムのデータベースといたしまして、午前中にですね、箕輪さんから統合データベースの ご紹介があったと思うんですけれども、えーまあ、その中で、まあ、ゲノムっていうところで、まあ、微生物と植物の統合データベースについて、えー、開発されている、まあ、統合データベースについて、えー、紹介させて、まず、えー、させていただきます、でまあ、その後、まあ、あのゲノムアノテーションの、まあ、概要、まあ、あとはパイプラインの構築、でえー、最後にですね、まあ、演習について、えー、が行えるよう。 えー、していいいきたいと思いますだいたい、えー、講義はです、ねえーまあ、60分ちょいぐらいで、えー、残りの時間を演習に回していければなというふうに思います、でえーまあ、資料についてなんですけれども、えーまあ、ぜひです、ねまあ、皆さんにご利用して,いただきたしていただきたいと思いましたので、えーまあ、論文ではなくてです、ね、実際にまあその各ツールがまあ公開されているまあウェブサイトで、えーえー、掲載しておりますので、その点、ご注意ください。 でえーまあ、早速です、ねあの、ゲノムデータベースの現状について、えー、なんですけれども、えーまあ、現在、まああの、ゲノムの分野に限らずです、ね、バイオ分野におきまして、さまざ、あ、まな、あ、データベースというのが、まあ、公開されています。でえーまあ、あのヌクックアシッドリサーーーチで,です、ねまあ、年1回、まあ、データベースの特集号が、まあ、公開され 発表されておりますけれども、その中でも世界中で,です、ね、年間100以上のデータベースが新規に公開されておりまして、現在も数千のデータベースがです、ね、公開されているんですけれども、そもそもデータベースという観点でデータを整理して公開していくといったときに、<laughs> そのバイオデン えー、バイオデータのです、ねまあ、一斉性として、まあ、例えば着目する、えー、分子種として、まあがえー、DNA なのかタンパク質なのか、まあ、それともノンコーディング RNA なのかだったりとか、まあ、あとはその研究コミュニティとして、えー、微生、えー、細菌類を対象にするのかそれとも、えー、人などの真核生物、まあ、高等真核生物を対象にするのか、まあ、あとはその、えー、興味の部分でさ、えー、まざ、あ、まなデータの取りまとめ方 っていうのが存在していますでまあそういった観点でさまざまなデータベースが公開されているんですけれども、まあ、ここの問題といたしましては、まあ、開発するその研究グループで共通表記法が欠如しているっていうことで、まあ、そのデータベースで登録されているそのデータの,その種類だったり表記法っていうのがまちまちで、まあ、それらを解釈して使っていくっていう時に まあ全てこうマニュアルをです、ねまあ、チェックしていかなければいけないということで、えー、じゃあ、効率よくです、ねまあ、こうデータをまあ取得するためには、えー、まあそれらの情報というのをまあ統一の基準でまとめられたその統合データベースが必要であるというふうに。まああの な現状になっていますで、まあ、その中で、まあ、現在、その微生物の統合データベースといたしまして、まあ、国立遺伝学研究所の黒川先生を代表といたしまして、既成研、東工大、千葉大の、 各研究者によって、微生物統合データベース、マイクロ o b d b というデータベースがです、ね、開発されて、公開されております、あと、植物の統合データベースにつきましては、傘 DNA 研究所の田畑先生なを代表といたしまして、傘 DNA 研究所と大阪大 のグループでこのプラントゲノムデータベースジャパン PGDB という PGDBJ というデータベースが公開されております。で、これについてその概要についてご紹介していきたいと思うんですけれどもこの微生物マイクロ o b g d b と PGDBJ を ご紹介させていただくにあたりまして、各開発グループ、イクロ r o b d b ですと森先生、PGDBGA だと平川先生よりですね各データベースのスライドデータをご提供いただきました。ここで深く感謝申し上げます。それでまず統合、あすみません。MicroBDBJP なんですけれども、これらは、 その微生物を対象にいたしまして、それらをですね遺伝子レベル、系統レベル、あとはその環境といった観点で、それらのデータをですね複合的に整理して、こうや遺伝子ですと、オーソログとかゲノムのデータ、あとは系統ですと系統の情報だったり、あとはカルチャーコレクション、あと環境ですと、 さまざまな環境で取得されたメタゲノム配列データといったものを統合的に整理してより簡便にデータを引き出せるようなデータベースとなっております。で、実際にこのトップページのこちらのほまで、ここに検索のデー ところがあるんですけど、まあ、ここにまあ例えば大腸菌というふうに入力して検索を行いますと実際に大腸菌のさまざまな系統情報だったりとかあとは大腸菌ですとさまざまな 株がです、ね、のゲノムが解読されておりますので、それらの解読済みのゲノムの株情報だったりとか、あとはコンプリートになっていないドラフトゲノムの情報っていうのも一覧で取れますし、あとは株の正常データですね、なかなかここの部分っていうのが容易に取るのが難しい状況なんで、一括で取るのも取 <laughs> あの難しい状況なんですけれども、こういったようなえ複数のまあデータベースにアクセスしなければ取れない情報というのをえ一括してえ取得できるようになっております。まあ、あとですね、このえアナリスというえタブをまあ選択していただきますと、メタゲノムサンプルのまあ検索、比較というのがえ可能になっております。でえそののメタゲノムの、えー データの統合といたしましてはさまざまなその環境の情報をですねゲノムタキソン系統情報とあとはそいらの各遺伝子の,そのオーソログの情報っていうところで紐もづけましてその各環境間の比較等 どういうその微生物種がいるのかどういうその、えー、機能を持っているその遺伝子群というのが、えー、内在しているのかというのを、えー、検索できるようになっております。で、えーまあ、その,です、ねあのまあ、検索結果として、まあ、例えば、えーまあ、系統の情報として、えーまあ、どういう、えーまあ、系統のものがどれだけの割合でいるのかというのをこういったような円グラフでまあ表示して、えー できたりあとはその機能のの内訳ですねそのメタゲノムサンプルの機能の内訳なんかも表示できますしあとは複数間先ほどは一つのサンプルに対しての結果ですけれども複数間のサンプルの情報をですね比較してこういったような グラフとして検索することができますし、こういったような情報ていうのをダウンロードすることが可能になっております。こういったように微生物の情報について、網羅的に整理して、網羅的に、体系的に整理された情報を簡単に検索することができますので、ぜひアクセスしてみてください。で次に植物のの関連の データベースの統合化といたしまして、えーまあ、あのプラントゲノムデ,データベース JAPANPGDBJ、えー、の、えー、紹介に移りたいと思います。で、えーまあ、植物の方につきましても、さ、えー、まざ、あ、まな、えー、植物ゲノム関連のデータベースとしても、もう1000以上、えー、存在しておりまして、まあ、それらをですね、えーまあ、対象とする、えー、<coughs> 興味のあるです、ね、あの植物のデータベースはどれかというのをまあ探すだけでもひと苦労であると。で、まあ、それらの、えーまあ、情報をですねあのこの、えー、PGDBJ では、えーまあ、植物のリソース情報と大相ーーグデータベース並びに、えーまあ、<laughs> マーカーの、えーまあ、情報というところをキーワードに、えー、統合的にまあ整理を行われています。で、えー まあ実際にですねあの検索できる、まあ、データベースといたしまして、えー、まあ大相撲の、まあ、データベースといたしまして、えー、まあこれらの、えー、まあ配列のデータだったり、まあ、あとは、えー、まあリソースの、えー、データベースといたしましてかつさで検索できるデー ゲノムは解読された植物に対するものだったり、あとは柑橘類の情報だったり、あとはマーカーのデータベースといたしまして、DNA マーカーですと65種、QTL だと45種のデータ、あとですね、あの文献化のマニュアルクエーションといたしまして、DNA マーカーだという。 とかの情報も追加されていますあと横断検索といたしまして二次代謝物のデータといたしましてこれらのナプサックやマスベース等のデータベースとの横断検索も可能になっておりますで実際のこのデータベースでマーカー情報を公開している植物の種類といたしましては80種類でこういったような種類まあこういったような ものが、の植物に対するものが公開されておりますので、もしご,ご自身のです、ね、研究の対象になるものがありましたら、あのぜひアクセスしていた,だいただければと思います。で、あと、これらの情報をですねあの、そのゲノムブラウザー。 えーえー、のですねあの多形情報のまあ集約といたしまして、えーまあ、これは今、えー、宮古草の例なんですけれども、まあ、ゲノム配列の情報で、えー、だったりとか、まあ、あとは、えー、ゲノムワイドの多形情報といたしましてえー この NCBI の SRA ーのデータだったりとかあとは文献上で発表されている GBAS とか RADSECLDQTLSEC といったような情報をです、ね、このゲノムブラウザ上で一括してです、ね、閲覧できるような機能というのも 備えてありますでこのゲノムブラウザへの多型情報の集約させ,させている植物種といたしましてはカッサ DNA 研究所で解読した15種類のものとあとは他の研究機関で解読された27種ということでトータル42種のですね これらの植物に対する情報というのがゲノムブラウザ上で一括して見れますので、その対象とする植物のある遺伝子の情報についてアクセスしていただいて、どういったような多系情報があるのかというのも容易に取得することが可能になっております。こののようにです、ね、ゲノムの情報 につきましては、さまざ、あ、まなデータベースが存在するんですけれども、まあ、それらをより簡便にですねあの統合的にアクセスできるようにということで、まあ、こういったようなそのビマイクロ BDB や PGDBJ といった活動がなされておりますので、まあ、ぜひですねあの、お使い、アクセスしてですねお使いいただければと思います。で、えー 次にですね、ゲノムアノテーションについて紹介していきたいと思います。で、えー、まずですね、あのまあ、このゲノムアノテーション、まあ、資料の作成にあたりまして、まあ、先ほども PGDBJ の資料をご提供いただきました、カッサ DNA 研究所の平川秀樹先生にですね、スライドデータ、並びに、まあ、NGS データを 用いたまあゲノムアノテーションについてのまあ情報ですねご提供いただきましたここでまあ改めて深く感謝申し上げますそれでは早速移りたいと移っていきたいと思いますでもアノテーションについて実際にですねあのゲノムの配列があって遺伝子予測とか実際にされたことがあるっていう人はどれぐらいいますか。 えー、お二方だけですかねで、えー、じゃあ,あの実際にですねあのどういったような、まあ、あの一般的な、まあ、流れとして、えー、どういったことが行われてるのか、まあ、あとは、えー、どういったような、えー、ツールがです、ね、使われてるのかっていうことについて、えー、紹介していきたいと思いますので、まあじまあ、どういう、まあ、ゲノムを決めた、えー、後にですね、まあ、どういったような、えー、ことをしなければいけないのかっていうことについて、えー ご理解いいただけると幸いで,すでアノテーションなんですけれどもこれまあ岩波の生物学辞典のところから抜き出してきたんですけれども、まあ、一般にですねあの、まあ、文書に対する注釈で、まあ、生物学の場合ですと、まあ、あるデータの属性を記述することを指しております。で、まあ、今回はその、まあ、延期配列。 でゲノムの塩基配列が解読された後にじゃあどこ,のどこの位置からどこまでがど,のどういう遺伝子であ遺伝子領域がどこからどこまでかでその遺伝子領域とされたものがどういう機能を持つのかっていうところがですねあの といったような情報をです、ね、付加していくことをアノテーションというふうに呼んでいます。で、実際にですね、これらの付加情報を生物学的知識を駆使して作成する人のことをアノテーターというふうにも呼びます。で、実際にですね、あのこういったようなある塩基配列があったときに、まあ、今、機能領域っていうのを色分けして、 表示しておりますけれども、まあ赤がですね、まあこれまあ大腸菌のとあるレックス型の遺伝子領域がこの赤で、まあそのまあ上流のところでですね、リプレッサーのコンセンサス結合部位がまあ緑で、でまああとプロモーター領域っていうのをあすいません。 を示しておりますで、まあ、こういったようなその情報をですね、あの加えていく、えー、ところをですね、まあ、アノテーションというふうに呼びますけれども、まあ、実際にですね、あの、まあのま遺伝子領域、アノテーション、まあ、大きな、まあ、流れといたしまして、えー、あ、えー、すいません、ゲノムプロジェクトの流れですね、えー、ゲノムプロジェクトの流れといたしましては、まああのシーケンシングを行いまして、えー、で、えー、それが、えー ゲノムがです、ねまあ、完全につながって1本の、まあ、染色体になった場合に、まあ、そこからです、ねまあ、遺伝子領域だったり、まあ、その遺伝子領域の機能の予測を行っていく部分で、まあ、そこからです、ねまあ、あとはあの、まあ、ゲノム機能各遺伝子の機能解明だったりというところを、まあ、比較ゲノム解析などを行っていく。 でこのですね遺伝子領域の同まあとは機能予測の部分について本講義では紹介していきますでアノテーションの大きな流れなんですけれどもこれは大体原核生物や真核生物ともに共通しておりますけれども最初にですねリピート配列の検出とマスクで次にですね機能性 RNA としてまあ 主に、まあね、予想も RNA だったり、tRNA、まあ、あとはノンコーディング RNA のまあ予測とマスク、でまあ、それを終えたえまに、あ、遺伝子領域の予測、まあ、あとは遺伝子機能予測というところを、まあ、主にです、ねまあ、計算機による処理でまずは行っていきます。それを終えた後とに、その各予測された結果というものがです、ね、正しいのかどうか。 っていうのを、えーまあ、マニュアルアノテーション、まあ、実際にですね、えー、人の目で見ていくっていう過程を経て、えー、<laughs> あのゲノムの情報っていうのが、えーまあ、国際延期配列データベース、まあ、DDBJ 等を通じて、まあえー、登録され、まあ、あとは論文として発表されていくという流れになっております。で、えーまあ、各、えー、手順についてですね、ああのしょ、えー 簡単に、えー、紹介していきたいと思います。で、えーまあ、最初にですね、あのリピート配列の、まあ、検出とマスクなんですけれども、えーまあ、主に深刻、まあ、生物ですと、えーまあ、リピート配列があると、まあ、正確な遺伝子領域を、まあ、予測するっていうのが、まあ、難しくなってしまいます。でえー そのためにリピート配列をマスクする必要があります。で、リピート配列の検出とマスクの方法なんですけれども、主にこのリピートマスカーっていうツールがよく使われております。で、この手法自身は基地のリピート配列のデータベースがありまして、それとの相同検索、並びにタンデムのリピートの検出っていうのを行っております。 ことがで、きるツールになっており大体ですね、このリピートマスカーが大抵の進化ゲノムのプロジェクトで使われておりまして、また、出力結果ですと、リピート配列の検出結果に加えまして、もうすでにマスク済みのその配列っていうのも取得可能になっております。で、そのほかに、このリピートマスカー以外、 もですねまあ、組み合わせてみようといった場合には、リピート・エスカウントといったような、コートといったようなものもです、ね、併用される場合があります。でえー、次にです、ね、機能,性 R えー、機能性 RNA プログラムの、えーまあ予、機能性 RNA の予測とマスクなんですけれども、まあ、最初にです、ね、リボソーム RNA についてです。えーまあ <laughs> リボソーム RNA については非常に保存性が高いですので、それらの今回対象とするゲノムとのです、ね、そのゲノムのリボソーム RNA 配列が決まっていれば、それら その配列のまあ相同性、えー、とでもです、ねまあ、検索することができますけれども、まあ、あのそれはです、ね、あの網羅的に、えー、検索できる、えーまあ、ツールといたしまして、RNA <laughs> マーとか、あのバナップといったような、えー、ツールがです、ね、あの現在よ,、えー、よく使われております。で、えーまあ、tRNA、えー、ですけれども、えー、tRNA についても、えーまあ、主に、えー、tRNA スキャン SE。 といったような、えー、ツールだったり、まあ、あとは、えー、アラゴンといった、えー、ツールがですねあの、使われております。で、えーまあ、アラゴンについては、まあ、tmRNA も、えー、予測可能ですけれども、まあ、あの私、まあ、tRNA のデータベースの、まあ、構築を行っている際に、まあ、この t r n a s ャ i n s e とかアラゴンとかも、えー、使っておりますけれども、あの <laughs> まあ、あのこの、えー、アラゴン、 については、ちょっとですね、t ネ n a s 系 n スに比べて、あ株に候補数を予測する傾向があるかなというふうに考えております。で、あとですね、ncrna、ノンコーディング RNA ですけれども、これもですね、インファーナルといったようなツールなどが使われておりますけれども、これらのですね機能性 RNA については、配列の保存性もですね比較的高く、どの生物種でもですね、ここに挙げたような共通の プログラムを使うことで、予測が可能になりますでこれらの領域につきましても、これ次にですね、遺伝子予測に入っていきますけれども、その際にですね、誤って予測されることもありますので、遺伝子予測の際には、これらの予測された領域っていうのをマスクして、遺伝子予測に入っていくのが通常ですと。 ここからは、ねまあ、遺伝子領域の予測について、えー、紹介していきたいと思います。でえーまあ、目的としてはです、ねえーまあ、ゲノムの DNA から、まあ、タンパク質をコードしている、まあ、可能性の最も高い領域というのを同定、まあ、していくとで、まあ、遺伝子領域なんですけれども、まあ、これはもうあの制約としては開始、えー、ドンから始まって終始、まあ、ドンで終わると。 ですけれども、えー、原核生物の場合ですと、えーまあ、遺伝子領域は一、ね、つの、えード領域で、えーえー、構築されてますあのできておりますけれども真、えーまあ、核生物の場合ですと、えーまあ、エキソンイントロの、えー、構造を持っている。 というところで、あのまあ、原核生物と真核生物ではですね、まああのまあ、特に真核生物の場合ですと、このエキソン・イントロン構造を、えー、保有していることに <laughs> がありますので、まあ、それぞれにまあ特化した、えーまあ、予測法の利用というのが、えー、必要になってきています。で、まずですね、まあ、原核生物について、えー、ご紹介していきたいと思います。で、まあ、原核生物の場合ですと、えーまあ、カエシコドン。 ししまあ、ATG を、えー、基本といたしましてこういったような、えー、コドンが、まあ、返しコドンとして,、えー使,えておりえー、使われていてで、まあ、あとは収支コドンとしては、まあ、通常の3つが、えー、構成されているで、まあ、その中は、えーまあ、トリプレットで,です、ね、あの構成されているっていう、まあ、あの構造ですけれども、えーまあ、この、えーまあ、構造自身 えーまあ、比較的ですね、まあ、単純な、えー、構造であると、えー、いうことができますので、えーまあ、これらの,その遺伝子領域とその周辺に存在するその特徴的なその配列パターンをですねあの識別できれば、えー、この領域というのは遺伝子領域なのかどうかというのをですねあの予測することが可能です。でその特徴的なその配列パターンといたしましては、えーまあ、主にですねあのまあ遺伝子領域の子供使用、まあ、例えば2連。 2つ並んだコドンの使用パターンだったりとかあとはそれらのコドンをある程度カバーするような連続塩基例えば8連続塩基といったようなパターンとあとは返しコドン勤房の配列パターンですねといったようなものをですね見ていきます。でこれらの特徴ある生物の基地遺伝子セット かですね、あの認識できるように訓練学習していって得られたその学習データを用いて類似パターンを持つ領域っていうのを予測することができます。で実際今あの学習に用いられるアルゴリズムとしては、まあ、隠れマルコフモデル。 ヒルマルコフモデルとか、まあ、あと最近使われるツールですと動的計画法とか回帰分析などがありますでちょっとこれらの各手法についてはですねあの説明する時間がありませんのであのお時間のある時にですねあの改めて各自でご確認いただきますと幸いですで実際にですねあの、まあ、どういったような、まあ、予測のプログラムっていうのがあるのか というところで比較的よく使われるツール類とあとは各ツールの予測精度の結果をまとめたものをこちらの方に示しております。でこのプロディガルとかジンマーク h m m とかジンマーク。 マーまああとはラストといったようなものがありますけれども、えーまあ、あの各ツールによってできるものできないものっていうのが変わってきますし、まあ、あとは一つ大事なのがその各予測プログラムから出てきた結果がですねあのどういったようなその形式で出力されるのかっていうのもあの各予測プログラムによって非常にまちまちになっております。でえー まあ実際、ねまあ、CDS の予測っていうのはです、ね、あのこちらの方で、えー、まずすべて、えー、まあできますけれども、まあ、それに加えて、えー、まあ RNA の、えー、まあ予測までも行いますかといったような、えー、とこだったりとか、まあ、あとはその対象をです、ね、あのどこまでの生物を対象にしているのか、まあ、あのバクテリアだけなのかそれともプロカリオート全体なのかといったようなところ。 の違いだったりとか、まああとは一番はここのアウトプットのところですね。アウトプットのところでプロディガールですと、まあ GBK これはあの国際液配列データベースに公開されているフラットファイルの形式だったりとか、まああとは各ゲノプロジェクトで使われている GFF といったような共通の形式でまあ出力してくれるんですけれども、まあ g e n e m a とか。 ですとこれはその予測速度特有の出力結果がで返ってくると。で、まあ、こういったような出力結果の形式がですね非常にまちまちなので、まあ、これらの 出力結果をですね、えー、次の解析に使っていくといったときには、えー、これらの,そのファイルの、えーまあ、形式をですね、まあ、理解してで次の解析に使えるような形にですね、変更していくという、えー、ところもありあの必要です。で、えーまあ、そこの手間そのファイルのですね、あの形式変換というのがあの非常にですね、あのこのアノテーションを行っていく上であの 時間のかかるところでもありまとですね予測プログラムのこれ予測制度なんですけれどもこれはシュードモナスアルギノザーの LESB58 っていう株について各オリジナルこれは国際円形配列データベースに公開されているものであとプロディガルとか予測さプログラム の、えー、結果なんですけれども、まあ、ここのところで、えー、ここですね部分がですねあの、まあ、完全一致しているかどうかこの、えー、オリジナルに対して完全一致しているかどうかといったような、えー、制度になっておりますで、えーまあ、こちらの方の、えー、結果を見ていただきますと、まあ、あの上位の方についてはですねあの、まあ、80%、えー、以上、えー まあ、超える、えーまあ、予測っていうのが、えー、可能なんですけれども、まあ、後半の方ちょっと低く、えー、なっているように見えますけれどもこれはあのその対象がですねあの <laughs>、まあ、原核生物以外のその真核生物の方に、まあ、特化しているような、えー、ツールも、えー、含まれておりますので、まあ、ちょっと予測精度が、えー、低く、えー、なっているように、えー、見えますけれども、まあ、あの高い。<laughs> おおむね80%以上が、これはもう完全一致ですね、そのスタートの開始位置から終了位置までが完全一致しているものがですね、取れてきている。で、また次のこちらなんですけども、これ、プロディガルの性能比較の結果、もう一つですね、よく使われる厳格生物用の 遺伝子予測プログラムとしてメタジンアノテータっていうのがありましてその発表論文で公開されている予測制度なんですけれどもこちらの方を見ていただきますと先ほどの完全一致した割合これ大腸菌とか骨粗菌とかさまざまな生物種に対して。 予測を行った結果なんですけれども、まあ、パーセンテージを見ていただきますと、まあ、こちらのほまで、えーまあ、大腸菌ですと96.5%、89.6%っていうふうになっておりますけれども、えー、これ、あの最初がです、ね、あの3末が一致している分、完全一致している分、でえー、次の値がです、ね、開始、えー、5末と3末の、えー、両端が完全一致していたものの割合になります。 で、えー、まあこちらの方を見ていただきますと、えー、まあ各、えー、予測ツールまあ完全一致しているものもですねあの90%近くありますし、えー、まあ三末だけ完全一致しているまあ遺伝子周期としては抑えられているっていうものにつきましては、えー、まあ95%を超えるような精度になっておりますで、えー、まあ同様にですねまあメタジンアノテーターについても、えー、同様の割合が 得られてておりまして、まあ、現在です、ね、まあ、主に使用されるソフトウェア、予測層としては、まあ、事前のです、ねまあ、学習セット、このプロディガルとかメタジアノテータというのは学生、事前の学習セットを必要としないため、まあ、これらの2種というのがよく使われております。で、まあ、このです、ねまあ、予測結果なんですけれども、まあ、この予測 予測を行って、まあ、それでもう完全か OK かっていうと、まあ、そういうわけでもないということで、まあ、最終的にはその人手をかけて、まあ、チェックを行うっていうことも大事です。で次にですね真核、まあ、生物なんですけれども真核生物については、えーまあ、先ほども申しましたようにこのスプライスサイトの予測っていうのが出てくるため幻覚、まあ、生物よりも非常に困難な状況です。 でえー、まあ特にエキソンイントロンのその境界における、えー、まあ特定の配列ですね GTAG ル、えールがまあ存在するんですけれども、えー、まあ例外もまあ非常に多くてですねあの正確な境界っていうのをまあ難しくなるで、えー、まあ原核生物でまあしょうご紹介したようなあの。 その核エンマルコフモデルなどを、えー、の統計的手法だったりとか、まあ、あとはニューラルネットワークのような、えー、機械学習を組み合わせた予測法など、えー、あるんですけれども、えー、予測精度自体っていうのは、えー、うまくいっても、えー、670%いけば、もうおんのちっていうぐらいのもので、えーまあ、それらに加えて、えーまあ、必要な情報、まあ、あの現在ですと、まあ、r n a s e クとか i s o s e ク とかまあ、あとは EST といったような、えー、複数 <laughs> な情報、えー、並びにまあ複数の予測プログラムを組み合わせた解析というのが必須になっておりますで、えー、まあその複数の解析解析をまあ行う上でこういったようなあの、えー、まあ予測ツールというのが公開されておりますで近衛、えー、種のゲノムがまあ決定済みの場合 この場合ですとその禁煙種の予測されたで公開されている遺伝子の配列情報を用いることができますのでその禁煙種のタンパク質のアミノ酸配列のその相当性を基にした予測っていうのが可能になります。でそれですと GENWISE といったようなツールだったりとかあと g e ン b l a s t g といったようなツールっていうのが 使われておりまして、まあ,あ、個人的にはですね、まあ、両方使ったことはありますけれども、まあ、こちらのジェンブラスト G の方がですね、あの必要結果の、えーもえー、あの扱いやすさっていう点と、まあ、精度っていう点でもですね、あの使いやすいかなというふうに考えております。あの個人的には思っています。で、まあ、あとですね、あの禁煙種の,そのゲノムがですね、あの未決定の場合。 まあこれはアブイニシオによるまあ予測っていうところで、まあ、統計的なその特徴塩基配列の偏り等を、えー、用いたまあ遺伝子のまあ位置をまあ予測していくっていうところで、えーまあ、主に、えー、使われるものとしては、えーまあ、現在ですとオーガスタスと、えーまあ、あとはジンマーク。 あとはスナップとはいったような、えー、ツールが使われておりますで、えーまあ、それらの,です、ね、あの予測精度の、まあ、大体の、えー、ものとして、えーまあ、オーガスタスですと、まあ、大体おおむね,ねあの70%ぐらいのものになっております。 でえーまあ、あと、まあ、ちょっと精度が高いものもあるんですけれども、これはあの禁煙症が決まっている場合で、えー、そういったようなその情報も組み込んで使っているといったような場合で、あの精度が高くなるといったような、えー、<laughs> 場合がありますので、おおむね,ですねあのやっぱり60か70%ぐらいっていうところで、えーまあ、あとですね、その各予測ツールで、すべての結果が同じになるかっていうと、まあ、そういうわけでもないので、えーまあ、それらの予測ツール、 複数のですね、まあ、予測ツールを、えー、実行して、まあ、それらの、えー、結果をですね、あのまあ、評価して、えーまあ、最適なあの遺伝子、領域を、えー、出力しましょうといったような考え方で、えーまあ、こういったようなです、ねまあ、複数の予測結果を組み合わせ,あの組み合わせる予測法というのも、えー、公開されます。あの されていまで、現在ですと、このエビデンスモデラっていうのがよく使われるツールになっております。で、ちょっとですね、実際にじゃあ、どういったような流れで行うのかっていうのは、そのアノテーションのパイプラインのところで紹介していきたいと思います。で、じゃあ、遺伝子領域がですね、同定できた後に、じゃあ、遺伝子の機能予測っていうところで、 まあ主にですね、まあ、配列相当性に基づいて、機能予測をまあ行っていくっていうところで、まあ、あの最初にですね、まあ、あの基地タンパク質の、えー、アミノ酸配列とのまあ相当性検索っていうのをまあ <laughs> 行っていきます。で、えー、まあ対象 DB としては、その、えー、禁煙種が存在するのかしないのかといったようなところで、あのどういったあのデータベースを。えー 第一基準に持っていくかというのが変わってきますので、その点はですね、あのご注意してください。で、例えば、まあ、その禁煙酒がですね、あの とかまあ系統グループに特化したまあゲノムデータベースがまあ公開されていればまあそれを第一基準にしておいてみたり、まあ、あとはえまあ2番目にしてはえーまあオーソログデータベース、まあ、COG とか BUSCO といったようなまあオーソログデータベースがありますのでまあそういったようなデータベース、まあ、あとはえまあユニプロット、まあ、特にですねまあスイスプロットですとさまざまな生物種に対してマニュアルケーションが行われているまあデータベースなので。 ですので、信頼性が非常に高いということで、これにヒットすれば、その機能としていいでしょうといったようなところ、あとは公開されている全データを対象にしたといったようなところで、そのランク付けを行っていって、でどのランクのもののアノテーションを採用するかといったような基準を決めて、実施する必要があります。あとは、タンパク質のドメイン、モチーフ検索。 ところでインタープロスキャンでちょっとこちらの方についてはですね割愛させていただきまして統合データベースで統合 TV というさまざまなバイオデータの取り扱いをビデオで紹介してくれているサイトが統合データベースセンターで 作られておりますのでこの統合データベース、あーすません統合 TB ですねで、インタープロスキャンを使って、アミノ酸配列かタンパク質の機能を予測するという番組がありますので、こちらの方ちょっとご参考いただいてで、あとは個別のモチーフ DB からですね検索を行うというのも、同様に統合,合 TB がありますので、こちらの方う、ちょっと後ほどご覧いただければと思います。 でえーまあとですねあの、遺伝子の,あの機能予測をしていくときに、あの,の、えー、注意点として、あのいくつか挙、えー、げさせていただきます。でえーまあ、先ほどもそのデータベースの、えー、基準の話をしましたけれども、えーまあえー、機能推定時の,その基準っていうのを、まあ、明確化しておく必要があると、相当、えーまあ、性で、まあ、ヒットした、ヒットしない。 いうだけではあのやっぱり信頼性っていうのは、えー、高くはありませんので、まあ、その中で、えーえーまあ、ブラストですと、まあ、E バリューだったりとか、配、ま、列、あの一律だったりまあ、あとヒットした配列との、えー、領域とのまあカバー率といったようなところで、その、えー、ヒットしたデータベース中の配列と、えー、どれだけあのヒット、どれだけの領域がヒットしているのかっていったようなその基準を決めて、えー <laughs> あります、まあ、あと、その、まあ、遺伝子産物の名称ですね、プロダクト名の記載には注意していただきたいと思います。で、まあ、あの国際延配列データベース中のです、ねまあ、アノテーションというのは、登録したその研究者がですね、あの各々に定義してまあ記述しております。で、まあ、同じ機能でも、まあ表 表記で、その部分について、どの表記を採用すればいいのか、本当に同じ機能なのかといったような混乱が生じておりますので、その語彙を統一化する用語集といたしまして、ジオントロジーなどがありますので、そういうとか、あとはマニュアルで整理されているユニプロットのスイスプロット。 といったようなえば、大相撲データベース中のですねその機能アノテーションのそのプロダクトとしてどういったような規制にされているのかといったようなものを参考にしてあのつけられるのがですねあの一般的かと思いますので、あのちょっとここの部分ですね、どのプロダクト名を。 今度つけていくのかっていったような部分についても注意が必要になります。で、まあ、ジオについてはですね、ジンオとジンにつきましても、まあ、同様に、えー、まあ、統合 TV がありますので、まあ、ちょあの、そちらの方も合わせてご確認いただければと思います。で、えーまあ、今回はですね、その遺伝子の領域を予測していくっていう部分について、えー、じゃあ実際にですね、まあ今、今、えー、紹介いたしました、えー、各、えー ツールですね。まあ、ツール分をまあ組み合わせてあの、アノテーションを行っていくんですけれども、まあ、その、えー、部分っていうのを、えーまあ、なるべくその共通化して、まあ、扱えるようにしましょうといったあのパイプラインの、えー、構築がまあ行われておりますので、まあ、それらの、えー、についてですね、あの実際の実例を踏まえて紹介していきたいと思います。で、えーまあ、アノテーション情報なんですけれども、あ まあ各研究グループによってですね、あのアノテーションが行われているんですけれども、まああのまあ、予測プログラムもさ、ね、まざ、あ、まありますし、まあ、あとはその予測プログラムを行う上で、えで、最小の ORF の長さっていうのをどれだけにするのか、100、えー、うん。 100ベース以上にするのか300ベース以上にするのかといったようなところでもまあ変わってきますしあとは相当検索のスレッシュ容度の違いだったりとかといったようなところで非常に揺らぎが存在しておりますのでこれらをなるべくですねあのなくすためにはですねあの でこれらをです、ねまあ、一から構築していくとなると、まあ、非常に時間がかかりますし、あのどういったようなその基準で行えばいいのかっていうのを、まあ、文献調査するだけでもだいぶ時間かかってしまうということで、まあ、共通化されたそのパイプラインがあれば、これらの問題は解消されるだろうと、でちょっと実例といたしまして、これはアグロバクテリウムの同じ株なんですけれども、解読したグループが違うと。で で同じ領域を示しているんですけれども、えー、ここの部分ですね、ここの部分のアノテーションというのが、えー、違っていると、で、えー、ここの部分なんですけれども、えーまあ、この、えー、下の部分と対応する部分というのが、まあ、ここに、えー、取れますし、えー、下の方ですと、えーまあ、ここの部分。 じゃあ、どっちが本当に正しいのっていうところで,です、ね、まあ、揺らぎが生じてしまっている、でまあ、こういったようなその揺らぎをなくすために、まあ、統一的な基準で行っていきましょうといったようなパイプラインが公開されております。で、まあ、原核生物と真核生物、別々に <laughs> 紹介していきたいと思うんですけれども、 先ほど、原核生物の場合ですと先ほどご紹介したように遺伝子領域の予測の精度っていうのは非常に高いので高速な全自動パイプラインっていうのが開発されて公開されておりますで現在ですねシーケンサーの登場によって微生物ゲノムの解読が非常に容易になってアノテーションにも迅速性が求められている。 でえーまあ、あとですね、まあ、その、えー、パイプラインを、まあ、利用することのメリットといたしまして、えーまあ、アノテーションのその違いっていうのを、まあ、少なくできて、多、えー、生物種との、まあ、比較ゲノム解析にも活用しやすいといったような、まあ、メリットもあるかと思います。でえーまあ、新覚生物ですと、えーまあ、この、えー エクソンイントーン構造を持つために遺伝子予測の精度というのも大体60から70%ぐらいと低いということで RNSX とかあのフルレングス CDNA などの追加実験のデータ並びに専門家によるマニュアルアノテーションも必要になるで、まあその、それは行うためにです、ね、複数の,そのデータを組み合わせてマニュアルアノテーションを行う。 ためのですね、まあ、データを出すためのパイプラインっていうのを構築されていますので、それについてご紹介していきたいと思います。で、まず原格生物なんですけれども、まあ、代表的な自動アノテーションシステムとして、まあ、いかのようなシステムがあるんですけれども、まあ、今回ご紹介するのは DDBJ で公開された DFirst っていうものと、まあ、あとはプロッカー いうものについてご紹介したいと思います。で、これらについては非常にまあ高速化も実現されておりまして、一人の元あたりもう三分もあればあの解析結果が得られるっていう現状です。で、それ以外まあ NCBI のパイプラインですとまあだいたウェブ経由でまあ一ヶ月とか、まああとはラストサーバーだとまあだいた一日かかったりといったような現状で、まあこの こ,れに比べるとこの2つっていうのは今非常に高速なアノテーションが実現化されております。で、またこの2つのです、ね、大きな違いといたしましては DDBJ の DFAST ですと Web ブ,ブラザー上でそのゲノムをですねあのアップロードしてアノテーションを行うサーバーが公開されております。で、まあ、それ以外にもスタンドアローン と言って、まあ、Linux とか MacOS 上の,です、ね、あのコマンドユーザーインターフェースであの実,実行するそのプログラムの公開もされていると。でまずですね、DFIRST について紹介していきたいと思います。まあ、DFIRST の、えー、流れなんですけれども、まあ、先ほどご紹介した流れと、まあ、基本的には同じで、まずまあゲノムの配列があると CDS、まあまあ、あとは リボソーム RNA、あとは tRNA、あとはこれは c r i s p も予測が可能になっております。で、この括弧の中にあるものが、このパイプラインで使われている、使われている予測ツールになります。で、赤字の部分なんですけれども、次にですね紹介するプロッパーとの違いの部分ですね、について赤字で示しております。で この DFAST ですと、メタジン CDS 遺伝子をつくにはメタジンアノテータを使っているとでまた、機能アノテーションにつきましても、まあ、リファレンスのデータベースに GhostX、ね、というブラスト x よりもですね、BLAST よりも100倍以上のです、ね、高速化を実現している創造性検索プログラム,プログラムを採用して使っております。で あそうで,すね、で、えーまあ、指定したですね、あのユーザーがまあ指定した、えーまあ、追加のですね、あのリファレンスの、まあ、データベース。えー、次にですね、まあ、DFAST がですね、まあ、デフォルトでまあ提供している、まあ、データベースに対して相動性検索を行う。でえーまあ、次にです、ね、で修道人のディテクションということで、まあ、これは、あの 予測されたその遺伝子領域の中にですね収支コロンが含まれている場合もありますので、そういったものを修道人として判定する。次にですねモチーフの検索といたしまして、を行います。あとですね、オーソロの、すみません、コグのですね、 まあデータベースに対しての機能予測だったりとか、あとはオーソログの電子セットの抽出というのも行ってく,ること行ってくれます。でまあ、出力形式といたしましては、スタンダードなアノテーションのフォーマットである GFF とかあ e n b a n まの形式だったりとか、あとは各 RNA の出力のファスタファイル。 まあ,あとはですね、まあ、一番大きいところといたしました、DDBJ の登録ファイルというのも作成してくれます。で、まあ、このですね、あの作成されたその登録ファイルを使って、そのまま DDBJ に登録できるというメリットがありますので、まあ、ぜひですね、あのこの DFAST をお使いになるのがよしいかと思います。で、実際ですね、あのこの DFAST のまあウェブサイト、 こちらのほになりますけれども、で、まあ、開始をいたしまして、まあ、ここにですね、あのそのファーストファイルをですね、あのまあ、投入すると、えーまあ、あと、まあ、オプショナルの、えーまあ、データベースとしてまあ選択するとか、まあ、あとは、えーえー、最低帳ですね、まあ、あの最低値っていうのを、まあ、デフォルトベストの200ベースなので、あのそれを、えー、設定したりといったような、えー、ところを行ってくれる。 あと、ゲノム配列の開始位置の修正というのも自動的に行ってくれますので現在ですと、そのドナエがあるものの上流を開始位置とするというふうに大体なっておりますので。 まあそこにですね、まあ、自動的に修正してくれるっていうまあオプションもあの存在しています。で、えー、実際ですね、これ、大腸菌に対しての、えー、<laughs> をえ用いてですね、あの解析を行った結果なんですけれども、まあ、あのそうすると、えー、今回使った時ですね、えー、ですと、大体1分13秒でまあ実行がもう終了してくれると。 いうものになります。で、まあ、この結果に対して、各種のファイルっていうのをダウンロードすることができますし、あとはこのタグをですね、あの選択、えー、見ますと、DDBJ の登録に必要なそのファイルの作成のサポートっていうのも行ってくれます。で、まあ、ゲノムのですね、まあ、アノテーションを行って、まあ、実際にその登録、 のファイルを作って、えーまあ、DDBJ に、まあ、登録をしていくんですけれどもあの登録して、まあ、初めてです、ね、アクセッション番号をまあ取得できるんですけれども、まあ、ここの登録ファイルを作るっていう部分っていうのが、まあ、非常にですねあのこの、えーまあ、プログラムとかの作成にですねあの慣れていない方ですと。あの かなり時間をかかってしまう部分で、あのまあ、そこのところをですね、あのもうあの自動、ほぼ、えー、自動的にですねあの、作成してくれるっていうところで、まあ、より登録もしやすくなっておりますので、ぜひ、えーまあ、微生物のゲノムをです、ねまあ、決められたといったときには、お使いいただけると、お使いいただければと思います。で、えーまあ、もう一つですね、あのこのプロッカー a っていう、えー パイイプラインなんですけれども、まあ、これについてもあの、まあ、ファスタのファイルがあって、まあ、tRNA リボソーム RNA、ね、ノンコーディングで、n、えー、まあ、あとは遺伝子予測としてプロディガルっていうものを使っておりますで、えー、予測された CDS に対して相、まあ、動性検索でスイスプロットならびに、えーまあ、あとはモチーフ検索で PFAM と TAIGA、えー、のものについて、えー、アノテーションを行って、えー、その結果を、えー <laughs> まあ、一般的な GFF とか g e n b a ク k といったようなファイル形式で出力してくれます。で、まあ、このですね、あのじゃあ各 DFARST と p r o c ー a の違いなんですけれども、あのこれあの、結果の比較をまとめたものになります。で、こちらについては、ともに DFARST、ね、PROCKA につきまして、ともにまあデフォルトで実行しております。でえー まあ、あの各生物種にです、ねまあ、最適化していくことによっても、もっとより、まあ、予測精度は高くなるんですけれども、とりあえずあのテストとして、えー、デフォルトで、えー、やっております。で、えー、こちら、あの国際疫ケアイデータベースに、まあ、登録されているものの,、まあ、の CDS の数っていうのが、まあ、大体こんな感じで、でえー、最初の生物種っていうのが、あの大体 GC% の、えー、低いものか高いものまでですね、あの ちょっっと見ててしておりますでプロッカの方ですと大体完全位置ですと平均で84.9%で d ファーストの方ですと83.1%で3末だけが端末は完全位置してるっていう割合ですと平均で91.3%。 90.2%っていうふうに、まあ、非常にですねあの高精度に、えー、予測が可能になってで、えーまあ、あとですねあのこの、えー、パーシャルマッチなんですけれどもこれはあの予測されたその開始位置の、えー、開始位置終了位置がですねあの,の、えー、前後50ベースの間に、えー、この、えー オイジアルですね。あの開始位置終了位置があったかないかっていったところで見ています。まあそうしますと、えー、まあ三月についての部分位置ですともうほぼ94%を超えるものっていうのが正として得られているで、まあその中でまああの昨日予測ができた割合を見ていますと、まあプロッカーですとまあ50点50%ぐらいで昨日が安のハイポスティカルのや 人員が、まあ、32.7%で DFAST の方ですと、まあ、71.4%と29.9%というふうな形で、まあ、こちらについてはその使用数値のデータベースによってあの、まあ、違いが大きく出ているかと思うんですけれども、まあ、この機能、まあ、アノテーションの部分の結果を見ると、まあ、DFAST を使うのがいいかなというふうに思います。でまあ、あとですね、まあ、各パイイプライン であのまあ、一致しているか一致していないかといったような、まあ、割合というのも出しております。で、えーまあ、完全一致の部分で、あのまあ、この両方のプロッカと d ファーストで使うその遺伝子領域予測の手法のプロディ i ルとメタジンアノテータの部分で、一致するものというのは、まあ、94%。 がまあ一致しておりますので、えー、まあその、えー、残りの部分ですねおの一致しなかった部分っていうのを、えー、チェックするだけでも、えー、もう良い状況となりつつありますで、えー、まあその、えー、まあアノテーションを、えー、まあ得た後にですねあのまあゲノム全体の,その生物学的なあの。 機能の特徴だったりとか、まあ、あとより詳細なアノテーション実施といったような、まあえー、ことでとか、まあ、あとは比較ゲノム解析等をまあ行っていくことによってまあ論文としてまとめていくっていう流れになるかと思います。でえー、次にでですすね、あの新覚生物なんですけれども、えー についいいいてて紹介していきたいと思いますで新核生物について、一、まあ、つですね、あのまあ、参考になる、まあ、文献といたしまして、まあ、アノテーション1円の長いについてですね、あの関する創設として、まあ、こういったような、えー、文献もありますので、あのぜひ、えー、ご参考いただければと思います。でえー、で新核生物の、えーまあ、アノテーションのパイプライン、 の、えー、構築についてなんですけれども、幻、え、覚、ーまあ、生物とまあ同様にです、ねまあ、自動アノテーションシステムというのが、えー、公開されているんですけれども、幻、え、覚、ーまあ、生物は異なって、すべての真核の生物に対して、えー、精度よく、えー、遺伝子領域をまあ予測するというのはまあ難しい。で、えーまあ、そのためですね、その対象のその、えー ゲノムに特化したカスタマイズっていうのが必要になる。でまあ、特にです、ね、その遺伝子領域の予測プログラムの選択だったりとか、まあ、遺伝子領域予測用の学習セットの作成について、その対象となるゲノムにです、ね、特化させる必要があり、手に注意してください。でまあ、今回はですねあの、まあ 私、このタイリーエリアオリエンタリスという、原中のゲノムプロジェクトに参加させていただきまして、その際に構築したアノテーションパイプラインと、あとは現在、公開されているアノテーションパイプラインのツールについて紹介していきたいと思います。現在、ですね遺伝子領域を予測する際には EST とか、 cDNA 配列をまあゲルム配列でマッピングしてまあ遺伝子領域をの贈点にまあ活用していくという流れでしたけれどもまあえ実際シーケンサーまあ登場前ですとまあだったんですけどまあ登場後まあ現在ですと RNAseq とかあとはえまあパックバイオがまああの非常にあのロングリードをえーとしてまあ普及しておりますのでまあそのえパックバイオを使ったあのまあロングリードを用いたりです完全超 CDNA の配列決定を行って、まあ、それらの情報もです、ね、あの統合化してアノテーションを行っていく必要があります。で、えーまあ、この、えーまあ、タイリーレ原虫ン、えー、なんですけれどもマ、まあまあ、ダイン媒介性の、えーまあ、このタイリーラ、えー、オリエンタリスというのは赤血、まあ、球に寄生して重度、えーまあの貧血や、えー、横断を引き起こすと。でゲノムサイズなんですけれども、えーまあ、4本の染色体で、えーまあ、9メガのものになります。 で、まあこのゲノ、タイリアオリエンタリスのゲノムプロジェクトなんですけれども、北海道大学の人経共通感染症リサーチセンターの杉本先生をはじめとし代表といたしまして遺伝検査相関、まああと新潟隊との共同研究成果をまあこの講義で使わせていただきます。ここで深く感謝申し上げます。で、まあゲノムで実際にですね、あのまあ禁煙種 というのも、まあえー、タイヤパルバとかアニュラータといったようなものがですねあのこう、えー、公開されておりました。で、えー、これらの情報を使って、じゃあどうい、どうやってですねアノテーションを行っていったのかといったところで、えーえーまあ、構築したですねあの、まあ、パイプラインといたしまして、まあ、ゲノムの、まあ、配列に対しまして、まあ、先ほども申しましたように、リピートと、まあ、機能性 RNA の予測と、まあ、マスク。 というのをまあ行いまして、えーまあ、遺伝子領域のまあ予測のソフト。<laughs> で、えー、この場合、今回はですね、あの4種類組み合わせております。で、まあ、あと、えー、この時は、あ,のあれあの、実際シーケンサーが登場する前の,、えー、<laughs> あのプロジェクトでしたので、まあ、EST の配列があって、まあ、それらをです、ねまあ、ゲノム上にマップして予測していく。 でえーまあ、それらの予測結果に対しまして、えー、相当性検索と、まあ、モチーフ検索を行って、まあ、それらの、えー、ところまでが、まあ、の計算機で、えー、事前に処理を行いまして、まあ、それらを、えー、用いてマニュアルアノテーションを、酸素圏が開発した、えー、G インテグラとトットスープシステムを使って、えー、行っております。でまあ、各々ので、えー 詳細についてお話ししていきたいと思うんですけれども、ちょっとリピート配列とリボソーム RNA 配列については割愛させていただきます、ちょっと時間の関係上割愛させていただきます。で、まあ、遺伝子領域予測プログラムなんですけれども、実際にですね、あのまあ、選定した理由といたしまして、あぶいにしよう。 としてグリーンマーとジンマークを使ってあとは複数の予測プログラムを組み合わせるジグソーというのを使っておりますでこれらについても公開されていたタイレリアパルバとかニラータを使って学習セット自前で作れるというところをですね考慮してこれらのツールっていうのを採用しております。で でまあ、遺伝子領域の予測プログラムの使用の際に、その学習セットをどう設定するかっていうのが非常に大事になります。で、まあ、禁煙種がある場合は、まあ、その禁煙種のものを使えばいいんですけれども、それがですね、あの想定通りうまく使える場合と使えない場合っていうのがあって、まあ、今回のタイレリア、このタイレリアオリエンタリスの場合ですと、まあ パルバとアニュラタというものが公開されているので、まあ、それらを使えばいいだろうと思ってたんですけれども、えーまあ、いざです、ね、学習セットを作って、えー、予測してみると非常に精度が悪いという、えー、ところであの、まあ、その筋栄腫を単純に使っても、まあ、学習セットをですねあのどう使うかっていうところであの工夫がまあ必要になる。 ここの部分については、いくつかトライアンドエラーを繰り返さないといけないかなというところになりますまあ禁煙種がない場合ですと、相動性などでアノテーションを行って、ある程度、長く確実なものていうのを抽出する、または EST の配列等を使って、そこから予測される遺伝子の配列性というのを使うことによって、より精度を上げていくということができます。 でまあ、この各予測,プログラム予測プログラムの結果なんですけれども、まあ、こういうような形になっていて、まあ、g マークについては、あの予測精度の低いものっていうのも、すべて網羅的に出力するというオプションをしておりますので、まあ、件数が非常に多くなってますけれども、ただ、グリーマーと g マークでも約1000個。 1 0遺伝子ぐらいの違いっていうのがまあ存在しているで、えーまあ、これらまともにですねあーのー一致する割合っていうのは60%程度で、えー、問題があるというところで、まあ、EST 配列を、えー、使ってあーのー保管していきましょうとで、えー、それらを、えー、踏まえて、えーあのー、遺伝子、えー、座導点のための、えー、クラスタリングっていうところで、えー <laughs> まあ複数の予測プログラムの結果の集計というところで遺伝子予測のところでジグソー、まあ、あとは EST の配列のところの情報だったりとか、まあ、あとは遺伝子予測の結果という部分を使ってあのまあ自動的にです、ねまあ、抽出した結果としては候補として3833が出力されました。 でえーまあ、これを使ってマニュアルアトテーションを実施していくと、でえー、実施するツールとしては、産総研の HEMV プロジェクトで構築されたトトス,スープシステムと、あとは G インテグラシステムを活用させていただきました、でえー、実際にです、ねそのえー、マニュアルアトテーションを行っていきますと、えーまあ、3833だったんですけれども、まああの、複数に分割した方がいいだろう。 とか除去すべきものとかあとは複数の遺伝子まを融合させた方がいいだろうとかあとは相動性が低く何とも言えないといったようなものがあってそれらを修正して最終的に3995遺伝子としました。で実際にですねその実例といたしまして例えば相動性があったところでこういったようなところがあって EST のところでもきちんと張り付いている。 ですけれども実際の最終結果のところには反映されていないといったようなところがあってこれらについては EST のサポートもあるのでここの部分に遺伝子を追加した方がいいだろうとで追加したりとかあとは実際に予測された領域っていうのはこの一つの大きい領域になったんですけれども各ツールと EST の貼り付け方を見ますとここの部分 とえー、こっちの部分で、えーまあ、両脇であの <laughs> フォワードとリバースがですねあのペアで、えー、組まれている。でえーまあ、あとは創造、えー、性の部分でも、まあ、こういったような形で分かれているのでじゃあこれらというのは1本ではなくて複数に分けた方がいいだろうといったような形で、まあ、分けたりとか、まあ、あとは、えー、ここの部分はですねあの遺伝子領域として、えー、フォワードと、えー、リバースのところであの センスとアンチセンスですね、のところで重複していまして、じゃあ、その重複でどっちが正しいかっていうところで、EST の貼り付き方を見ますと、アンチセンスの方に貼り付いていますので、このアンチセンス側の方を採用して、こっちの方を削除しましょうといったようなことを行いまして行うといったようなことが、マニュアルアノテーションの実例となります。 でえーまあ、こういったものを、ねまあ、4000件あって、えーまあ、それをですねあの複数の方でチェックしていく必要があるとで、えーまあ、それもですねあの参加するその人数によってあのやっぱり規模も変わってきますので、まあ、あの <laughs> まあそれらの状況に応じてですね あのシステムを構築する必要があると。で、えーまあ、ゲノムサイズが小さい場合ですと、まあ、ソフトウェア型で、えーまあ、例えばこういったような、えー、ラップトップとか、まあ、あるサーバーに、えー、さサーバーを立てて、えーまあ、そこにアクセスしてもらうといったような形が、えー、可能ですし、まあ、あとは、えーまあ、あのゲノムサイズがまあ多くて、まあ、参加人数が多いものですと、あのより大規模なそのサーバーを構築する必要があるといったようなところで、あの まあどういうふうにですね、今度はマニュアル、アノテーションをやっていくのか、行っていくのかといったようなところでも、管理っていうのが必要になる。少人数の場合ですとえ GFF、えー、形式といったようなものであのデータを管理することで、まあ、それを取り込んでアノテーションを実施できるような、えーまあ、単一のグループですと、まあ、アルテミスとか、えーまあ、複数のグループですとアポロといったような、えー、ツール、えー、アノテーション用のツールが公開されております。で、まあ、こういったようなそのツールを使う前の,その解析を行うそのパイプラインといたしまして、えーまあ、現在ですと、えーまあ、一つはこのメーカーっていう、えー ゲノムアノテーションのパイプライン用のシステムが公開されています。で、これはですね、主に植物で利用されております。で、まあ、Mac や Linux で、まあ、GUI ではなくてコマンドユーザーインターフェースので、一連の解析をですね、行って、まあプロえまあ、各プログラム間のファイルの 形式の変更を行うことなく、まあ、次の次の解析っていうのを行っていくことができます。で、実際に具体的な流れなんですけれども、まあ、これはですね、あのまあ、ゲノムの規模が大きくなると、まあ、あの使うマシン、サーバーですね、サーバーも並列化することが必要になってきますので、まあ、こういったような並列化も可能ですよといったようなところで紹介。 していまして、まあ、一つ、このフローを見ていただきますと、まあ、ゲノムのコンティグがあって、それに対して、まあ、リピートマスカーを行って、まあ、実際に、えーえーまあ、遺伝子予測っていうのを、えー、この場合ですと、まあ、4つの、えー、ツール、SNAP、O 型 S、g e n m a r まあ、あとは、と f, f g ジ n ですね、えー、FGENSH といったような、えー、4つの えー、予測プログラムを書く時実行するとで、えー、もう一つのフローといたしましては r n s ックのデータを使ってでゲノム上にマッピングを行って、えー、あえっ、ー、とアセンブルを行って、まあ、遺伝子、えー、予測を行ってで、えー、まあそれらっていうのを、えーうん 実際に遺伝子領域予測の学習セットとして使用して予測を行っていく。でそれらについてこれらの複数のゲノム上のアブイニシオの予測あとは RNA セクトのそのデータに対して得られた結果っていうのを、まあ、複数の,その遺伝子予測ソフトを併用して、まあ、エビデンスモデラー っていう評価の行ってくれるツールで評価してその一番良かったものっていうのを予測結果として出力するっていうようなフローを行うものが公開されています。で、もう一つがですね、マ <laughs> パーサっていうものでしてで、これはですね、主にパンジャイで使われているものになります。<laughs> 同様にですね GFF 形式で出力できてアルテミスとかアポロといったようなものに取り込めまして実際に r n a s e クのデータでアセンブルして予測をしてそれらというのをですね学習セットとしてこの遺伝子の予測プログラム 人間の学習モデルとして利用してでその複数の予測プログラムで予測されたその結果っていうのを、まあ、先ほども言いましたエビデンスモデラで評価してその結果を出力する。 でまたですね、r n ン s e クのデータっていうのを、まあ、ゲノム上に貼り付けてで、それらで最終結果を出力して、でマニュアルアノテーションを行うといったような流れになります。で、まあ、ここの部分ですね、ここの部分をシステムとして公開しているものがあります。で、これらのツールについては、まあ、各ツールのインストール、並びにそのメーカーとかパーサーのですね、あの 必要とする、えーまあ、ライブラリー等の,です、ね、あのインストールも、えー、結構必要になりまして、まあ、構築、えーまあ、実際私もあの今回ご紹介する、えー、時間がないんですけれども、まあ、試してみたところ、えーまあ、結構インストール、えー、使えるようになるまでも時間かか,、えー、か,かってたりもしますのであの、まあ、ちょっとこの辺構築するには、実際に使えるための,その準備というのも、まあ、必要である。 っていう点にご注意くださいで、まあ、あとですねあの完全腸 CDNARNA、まあ、セッを用いたまあ遺伝子予測として、えーまあ、この、えー、エビデンスモデルを使った、えー、フローっていうのも、えーまあ、これはですねいちごの野生種に対する、えー、再アノテーションのフローなんですけれども、えーまあ、実際に、えー、完全腸の、まあ、CDNA に対しての予測 いうので遺伝子予測を行ってで、まあ、各種のためのトレーニングを行ってメーカーで実際に予測を行っていく r n a s ックに対しましても予測を行って実際にオーガスタスで予測を行ってエビデンスモデルで最終的に評価するといったような苦労で構築して研究を行てあの。 アノテーションを行うといったような形で、まあ、実際にですね、真核生物については、あのこの、えーまあ、対象とするその生,あの生物種であのよく使われるその遺伝子予測ソフトというのは、まあ、どういったようなものか、まあ、あとはその解析の手元にある追加データとして、まあ、どういったものがあるかといったところで、えー 各自特化してアノテーションのワークフローをです、ね、構築する必要がありますのでその点ですね注意していただきたいと思います。であとはマニュアルアノテーションなんですけれどもサイズが大きい場合ですねこういったように人のアノテーションですとこういったような形で一度に介してアノテーション会議だったりとか まあ人,で人だったりとか、あ,あとは利権のえまあマウスだったりとか、あ,あとは農業生物研究所の稲等でまあこういったようなえーうゲノムアノテーションのまあ会議っていうのをえ実際に行って、アノテーションの精度を上げていくといったようなえものも行われております、え。ー でえー、最後、すいませんあの残り時間が非常に少なくなってしまいましてあの残りの時間でちょっと演習をと思うんですけれどもあの実際にはちょっと演習の、えー、説明だけしてですねあの実際にはあの後ほどあのご自身でお試しいただければなと思います。でえーえー、と実際にですねあの今回 あの演習で、えー、使用する、えーまあ、データ、あと、えー、解析結果の、えー、情報については、あの当研究室の、えー、この AJAX69 っていう、えー、ところ、いかにですね、あの 公開しておりますので、でその演習の、えー、答え、まあ、今回配布した演習にはその答えなかったんですけれども、えーまあ、その答えの、えー、ファイルっていうのも、えー、こちらの方にですねあの上げておりますので、あのぜひ、えー、演習をですねあの行ってみていただければと思います。で、えーまあ、どういった演習かといいますと、公、ま、募、ああまあ、ですね。 酵母のまあ,あるえ染色体のゲノム配列に対しましてえまあここのアジャックスのところですねテストセックっていうのが 公開しておりますので、まあ、それを使って、えーまあ、実際に、まあ、遺伝子領域の、えー、予測を行ってみましょうというところで公募、えーまあ、で、まあ、よく使われている、えー、遺伝子予測ソフトとして、まあ、オーガスタスと FGSH というものがありますでこの2種を使って、えー、得られる結果っていうのが、まあ、同じになるか違う,違うかで、えー、じゃあその違っている、えー、ところはじゃあどっちの結果を使えばいいのかっていうところを、えー、検証、えー、の結 相動性検索を使ってですね、あの検証していただければと思います。で、えーまあ、最初にですね、まあ、大型数の実行なんですけれども、えー、こちらはですね、あのここのサイトに、えー、ウェブ版が公開されております。で、えー、実際にですね、あの公開あのされているサイトのところにですね、テスト配列をまあ貼り付けていただいて、で、えーまあ、ここでですね、あの学習の、えー 対象とするその生物種のセットっていうのを選択する必要がありまして、まあ、ここで今回はあの作家のマイセスセルビシエなので、まあ、ここを選択してくださいでこの選択が違うとあの結果がだいぶ変わってしまいますのでその点ご注意くださいで、まあ、得られた結果ですとあ、まあ、こういったような結果が得られますでで、まあ、あとはグラフィカルなものっていうのも得ることができますですけれども、まあ、今回ですねあのここ の方が、全員がですね一度にこのサイトにアクセスして実行してしまいますと、サーバーが落ちてしまいますので、もう実際にですね、その予測結果のこの表ですね、この表のテキストデータと、あとは得られた結果の各予測遺伝子のアミノ酸配列データっていうのを、 サイトに上げてありますので、まあ、そちらの方をお使いください。で、まあ、結果はですね、まあ、こういったような形で出ておりまして、で、まあ、ある一つのものを見ますと、まあ、遺伝子領域としては322から1654という形で、まあ、スタートコドンが3、2、2から始まって、えー、と、最初の CDS っていうのが、え 322から454で次のものが522から1651っていう形で、まあ、2つのエキソンで構成されているものになります。というような形で見ていくことができます。で、まあ、もう一つですね FGSH なんですけれどもこちらの方もですねちょっと民間のサイトになりますので実行結果をですねあのダウンロードしていただ いけばと思いますで、えー、この、えー、PDF ファイルなんですけれども、えー、こちらの方で、えー、見ることができまして、で、えーまあ、この場合ですと、えー、2つが、まあ、予測されています。で、えー、2つの網、えー、で、えー でまあ、位置情報と配列情報というのが公開されていますので、まあ、それを見ていただいてでじゃあ各オーガスタスと FGSH で、えー、予測された、まあ、遺伝子領域というのが、まあ、どこからどこまでで、まあ、エキソンの数がどこで,でその、えー、載ってるです、ね、ストランドがプラスなのかマイナスなのかというのでちょっとエクセルでまとめてみてください。でこのエクセルデータもあの、まあ あの先ほどのサイトに公開しておりますので、まあ、そのエクセルファイルのまあ比較結果シートをですね、まあ、参考にえ入力していただければと思います。で、えーまあ、それでですね、まあ、実際にじゃ予測されたその遺伝子領域っていうのがあのどういったようなその機能を持っているのかっていうところで、まあ、今回はあの、まあ、数日プロット をまあ、デーータベースにですねあの検索をまあ実行するというところであの、まあ、ユニプロットにまあアクセスしていただいて、まあ、このブラストの、えー、タグをです、ねまあ、クリックしてで、まあ、ここにです、ね、アミノ酸配列予測されたまあアミノ酸配列を貼り付けていただいて、まあ、ここの、えー、データベースの検索する部分を、えー、ユニプロット KB のスイスプロットをま選択して実行していただきますと、えー、こういったような結果が得られます。で、えー <laughs> でまあ、ここが、ね、相造性がまあ得られたその位置情報というところになりますので、まあ、ここの部分がですねあのどれだけヒットしているのかというところで、あの評価していってほしいと思います。で、まあ、それをです、ね、あの実際に各オーガスタスと FGSH の結果をですねあの見て、 あの最終的にじゃあ,、えーまあこの場合もうちょっと答えとしてまあ3つ、えーうんまあ、ありますよということでじゃあその3つのまあ位置情報っていうのをまあどういうふうにまあ定義す,、えー、するかで、えー、その、えー、機能ですねその機能っていうのはどういったものかっていうところであーのー最終的にまとめてみるという形であーのー、えー、<laughs> まああのー、今日のですねあーのー 報酬が全部終わった後にでもあのお試しいただければと思います。で、ま、え、あ、ー、あともう一つですね。あの遺伝子、えー、予測結果のまあ、検証として、まあ創造性検索でまあヒットしたアミノ酸配列を使って、えー、まあ今度は、えー、先ほどのテストのテストの、えー、配列上にですね、まあ、どのどっからどこまでの領域として、えー 遺伝子流域を予測することができるかというところで、創造性検索に基づく遺伝子予測プログラム、GINWISE を使って検証してみてください。で、このサイトですと、予測したいアミノ酸配列をこちらの方に貼り付けて、サンプル配列を貼り付けますと、しばらくしますと検索結果が得られますので、それでですね、実際にもともと、 大型スモスモもしくは FGSH で予測された領域と全く一緒になるのか違うものなのかというところをですねあの評価してもらいたいと思います。で、えー、っとそうですね、で、えーまあ、一つだけちょっと、えーまあ、答えのファイルを見ていただきますと,、えー、っとちょっと一番目の部分がですねあの まあ、f g s h ではあの予測結果というのは、まあ、なかったんですけれども、オーガススでは予測結果があると、でえーまあ、ここの部分、まあ、食い違いがあるんですけれども、えーまあ、このオ、えーガススの相動、えー、性検索を行ってみますと、えー、ヒットしているものっていうのは、あのもうあの全部カバーしてるんですけれども、この部分ですね、この部分があのヒットしていないというところであの、まあ、領域はあっていそうなんだけれども、あの どうも予測されている構造がちょっと違うんではないかというふうに考えることができます。で、そのためですね、この先ほど紹介した GENWISE を使って、このヒットしているものというのがアクセッション番号 P の38176なんですけれども、これのアミノ酸配列をクエリとして実行してみますと、その予測結果ですね、予測結果を見ていますと、 そもそもエキソンは2つではなくて1つではないかといったような結果が得られます。で、まあ、この配列っていうのは、これともともとの配列と完全一致していますので、あのまあ、その結果を見ます,見ますと、まあ、オーガスタスで予測されたものっていうのは、あの2つのエキソン。 なってましたので、まあ、ちょっとそれは違ううだろうで、えー、こっちの方が正しいんではないかっていうことで、まあ、評価することができると。で、えーまあとですね、まあ、のこういうの2つについてはちょっと答えだけ言ってしまいますと、えーまあ、あの完全一致していますので、まあ、これはあの両方のものでまあ一致しているでしょう。ということで、まあ、あのこういったような形でまあ複数の結果 創動性検索も、えー、踏まえてあの、基地の配列情報も踏まえてあの、アノテーションしていくことによって、まあ、正確な、えー、位置っていうのを同定、えー、していくっていう、えー、ところをです、ね、マニュアルで最終的には行う必要があるというところを、あのこの演習を通してです、ね、あの感じていただければと思います。 あの実際にです、ね、あの演習していただければと思ったんですけれども、あのちょっと講義の方長く時間を取ってしまいまして、申し訳ありませんけれども、あのこれでまず、あのこの、えー、ゲノムデータベース、ゲノムアノテーションについての講義を終えたいと思います。どううもありがとうございました